アルコ FA はアメリカンロコモティブが製造した車軸配置 BB の貨物用電気式ディーゼル機関車のシリーズである。車体はアルコ、電装品はゼネラルエレクトリックが担当し、ニューヨーク州スケネクタディで1946年から1959年にかけて製造された。外見は同時期に製造されたアルコ PA とほぼ同じで、 キャブユニットと呼ばれる箱型車体であり、変運転台の A ユニットと運転台のない B ユニットがある。デザインは GE の例パテンによる。旅客列車建員用に蒸気発生装置を搭載したフパ FPB もラインナップされ、シリーズ合計で1354両が製造された。アメリカ合衆国、カナダ、メキシコで使用された。数量が 胴体保存されている。本シリーズのバリエーションは以下の通りである。各形式の違いは主として出力の増強によるものである。FPA-4、f p b 4はアルコのカナダ市会社モントリオールロコモティブワークスで製造されたカナダ向けの車両である。多くの機器は PA と共通である。FA-1、FB-1 と FA-2、 FB-2 との外観上の際は、ラジエーターシャッターの位置である。前者は、車体後部にあり、後者は、車体前部にある。これは、蒸気発生装置を、ラジエーターの後部に搭載できるように、設計変更されたためである。FUPA-4、FPB-4 は、そのラジエーターが、下部方向に拡大されている。FUPA-4、FPB-4 は、 高速旅客列車牽引に使用され、1990年代までビア鉄道で使用された。FA を PA と共に特徴づけるのは、長く直線的な前頭部に長方形のフィルターを備え、その中にヘッドライトを収めたスタイルである。スリット形状のグリル、運転席、側窓から流線型に、部へとカーブした飾り帯も特徴的である。PA も含め、デザインとしては、 エアバンクスモースのエリービルトの強い影響下にある。エリービルトは、アルコのパートナーでもある GE が製造したもので、前日の通り、FA のデザインはその GE のデザイナーであるレーパテンによる。そのため、多くの人が、エリービルトのデザインから直線を強調し、より力強い外観にしたものが、FA のデザインとなったと信じている。アルコの244型 V 型12気筒4。 ストロークディーゼルエンジンは信頼性にかけ、FA と PA で GM エンドが接見しているディーゼル、機関車市場に割り込むことができなかった。GE との協業が終了したのも、エンジンの信頼性の低さが原因であった。FUPA-4、FPB-4 で採用された新型の251型エンジンは、大きく進化しており、信頼性も向上したが、時すでに遅く、 アルコが失ったシェアを奪い返すまでには至らなかった。251型エンジンが広く使用されるようになった頃、GE は自社で開発した U25 バイトでディーゼル機関車市場に乗り込んでいた。GE は機関車メーカーとしてアルコにとって変わり、アルコは1969年に市場から撤退することになった。20両ほどが博物館や私学会で保存されている。 いくつかの保存鉄道では、胴体で保存されている。グランドキャニオン鉄道、ナパバレー鉄道、クヤホガバレーシーニック鉄道は、MLW 製のフッパマイナス4オビア鉄道より、購入し、2008年現在も運行している。CFCL オーストラリア社の保有する44型、アルコの輸出用機関車として知られる1953年設計の DL500 は、 FA-2 をベースとしている。最初の25両は244型エンジンを1600馬力で使用していた。その後、251バイト型エンジンを搭載し、1800馬力となったのは FA と同様である。台車は、車軸配置 CC を基本としていたが、BB や A-1A 台車もオプションとして用意されていた。 DL500 は1953年5月から1967年12月まで、アルコ、AE g ッドウィン、ML、w i n MLW で合計369両が製造された。アルゼンチンの新アルゼンチン国鉄が保有するサンマルティン将軍鉄道では2020年現在でも使用されており、オーストラリアでは AE g ッドウ w i n がライセンス生産した標準機の2両が ニューサウスウェールズ州営鉄道の44型として、変運転台、両運転台の車両が 1600mm 後期の南オーストラリア鉄道の930型として使用された。他には、ギリシャ、インド、パキスタン、ペルー、スペインでも使用された。ありがとうございます。